定年間際の人たちが外国行くんですよ。ところが報告書が出るか出んぐらいでお辞めになるわけで、それはそれでね、あの長年苦労された人でいいと思ったんですが、若い人も行きたいわっていう話、幹部にね陳情しましてね、我々も行かせてほしい。さらに出てきたのは一人で行くこと、それからね語学ができること、一つの国に決めて行ってそこで何を勉強してくるかで、帰ってきたら2万字のレポートを書けと、こういうこれでよかったらどうだ。当時はねみんな行きたいっていうのに結構倍率高かった。10年ぐらいしたら日本が豊かになったら、ね、なくなっちゃいましたけどね。私の場合はイギリス行きました。で2ヶ月、まあ一人でね全部アポイントかなんか取ってあちらこちら回ってやってきた。まあ帰ってきて一番成果が上がったのは、当時も週休2日制がね、そろそろ普及し始めた頃なんで、余暇問題ってな、余暇の時間をどこで何をやって過ごすかって、場所がない。例えば身近なところでねスポーツをやるとか、あるいは何か勉強会やるにしても場所がない。それ作るだけでとんでもないお金かかる。例えばグランド一つ作って何億っていう。イギリスで要するに夕方の5時まで、5時までは学校教育で使う。それから5時以後アフター5ですね。アフター5になったら、社会教育で先生でなくて社会教育の人が来てグランド管理する。あれガラスが割れたらそっちのお金で弁償する。お休みの日も同様にやると。こういうやり方どうですかっていう話。でも先生たちはあんまりいい顔をされなかったんだけど、長谷知事当時は教育長だったんですね。それだと、もうそれしかない。とにかくすぐやれっていう話でね、始まったのが今の学校の夜間開放とかね、そういうまあタイムリーにいい仕事ができたなと思ったんですがね。豊橋に技術科学大学って技科大って言ってる。これ何だっていうとですね、専門学校のアフターケアで中心は大学の 3,4 年と修士課程の2年なんです。高等専門学校っていうのはその前に昭和42年頃にできました。その時に豊田高専ができたんです。愛知県では全国でいくつかできる。ところがこれはね、事前には豊橋高専だ、豊橋高専がいつの間にか豊田高専になったという。まあそれはいろいろ力関係があったと。河合六郎という当時の市長が嘘をつかれたと、桑原知事が嘘を言ったと、ラップを起こりまして、その時私はあの副知事の秘書だったので一緒に行きました。必ず次のね高等教育が機関をね豊橋だぞって。ところがなんと副知事はね入って言ったんだけど、あなたもうじき辞めるんだろうって言って、その市長は言うわけですよ。こんなのはダメだと、おい安井君、お前まだ当分長くおりそうだからさ、ね、ちゃんと覚えとけって。でそういう情報を聞いてたん で昭和40年代後半になったら田中角栄さんがまた出てきました。昔長岡に長岡高等専門学校ってなったらしいですね。でそれが新潟大学、工学部になった。ところが新潟市全部合併しちゃって空き家になったと。自分の地元の、ね、自慢の高専がなくなっちゃったわけです。だからあそこに絶対高等教育館入れたい。ところが一つではまずいわなと言ったというんです、はい、太平洋側に一つと日本海側に一つということになったらいいわなと。そのことを情報を得まして、でパッとね手を打ってこうやってボーンと発表したの、ね、河合六郎さんにも喜ばれたんだけど、ただ彼はねその時に議会で言われた、この言葉だけは僕もすごく立派だと思ったのは、市会議員がね議会で豊橋が苦労して誘致したんだから豊橋の子供をね優先的に入れる、この時ねそんなケチな考えで技術科学大学を誘致したんじゃないと、ただ青春の意識をですね豊橋で過ごしたというね思い出を持っとってくれるだけでね私は十分だってね言い切ったの。これには声がなかったね、みんな。